はい、えー、こんにちは。えー、レールの笹山です、えー。本日もう一本目の、二本目の動画です。えっ、ー、と、今朝からね、あのプログ、えー、頑張ってます。もう随分離れてましたんでね、2年近くかな、プログから離れて、ずっとあの、エリクサの方頑張ったもんですんで、もうすっかり書き方忘れてましたね。 でえー、と今、作り直している N プロログのテストも兼ねてですね、えー、と思い立って、一番最初に私があのえ覚えた、理解したアルゴリズム、ソートのアルゴリズムでバブルソートっていうのをですね、えー、とプロ,ログで書くっていうことをやって思い出そうと思ってえやっていましたあのあ。コードはこちらです。 えっと本当に自分が思い出すためのエクササイズなんですけれども、えー、っとね意外と手こずりましてね、ねたったあのこれだけの行数のプロコードなんですけれども、1時間以上かかってたら、あのー、なんだろう、えーっと、ループにはまってみたりとかですね、えー、な,なんでこれであのー、えー、っと脳が出てくんだ、計算すまないのとかねぶつけて言いながら、まあ,あれです、あのー、テストもなりましたね。あのー トレーサーかけわかんないときっの,あのスパイポイント設定して、トレースかけて追いかけるんですけれどもね、えー、ちょっともうちょっと改良しなきゃいかんな,なと思ってました。で、まあ、最終的になんとか動いたのがこのコードです。バブルソートですね。えー、と、バブルソートってあのご存知の方も多いかと思うんですけども、すごく手法的なあのソートのアルゴリズムです。えっ、ー、と、この、うん、バブル1がついてる方が、えー、と、あの、 一回並び替えるんですよバ、えー、何回も何回もその並び替えをやってるとそのうちその、えー、全部こう整ってですね送金が完了するっていう、えー、まあ分かりやすいんだけども、えー、と効率としては非常にあ,あまりよろしくない、えー、もうですね、えー、と詳しいことはですね聞いたにあげておきました、えー、とここですねああの本当に久しぶりに書きながら でこれがあの書いてるのがですね DNU プログだとか SWI プログだったらばあの処理系に間違いがあるはずがないもんですんであのでプログコードに間違えるはずだってんでそっちに集中したいんですけれども自分が書いてるやつで N プログですからねあのそもそも処理系が間違えてるんじゃないかとかねいろいろとあの疑念を持ちながらですねえあれはこれは言いながらやって1時間以上かかってようやくここまでできたという。 ええやつです。だいぶ思い出しましたね。えー、で、あと、プロ,ログの方ですけれどもね、えっ、ー、と、いいところつんだかな。えっ、ー、と、先ほど、あのえっ、ー、と、リードミの方についてかせてきましたけれども、ファイル関係の、えっ、ー、と、オープン、ファイルのオープン、それからファイルのクリエイト、えー、のお実後もあの追加しましたし、えー、大体は揃ったかな、なんて思います。 ただあの、あれですね、ハッシュテーブルを使う、IT プログ独特の,あのデータベースあの、ハッシュテーブル使うやつですけれども、ね、それをどうしたもんかなってまだあの考えあぐねて、そっちをまだ手つかずです。えー、DCG はもう入ってますんであの、よかったら見てください。DCG はね、x a m ンプルのところに入ってます。こんなのが動きます。 あとは思いついたのをいろいろと試しながらテストをしています。その辺は、あの、エグザンプルなんかに入ってますんで、まだ動かないやつもありますんで、それはすみません、ご容赦ください。えー、着々と進んでおりますんで、えー、またあの、えー、いずれまたご紹介したいと思います。はい、じゃあまたお会いしましょう。